ビーシュマは、ジョジシ、マハーバーラタの登場人物。クル族の王、シャーンタヌとガンガー女神の八番目の息子。クル族の王に仕えることを誓っている。彼は望むだけの間、生きることができた。パンダバ、カウラバ両方にとっての王子であるビーシュマは、比類なき手であり、戦士でもある。死である聖戦パラシュラーマと戦い勝利している。今あの際に、ユディシュティラに、 ビシュヌ・サハスラのマを授けている。サンクリティのゴートラに属している。サンスクリット語で、ビーシュマとは、恐るべきものを意味する。以下に、彼の別名を記す。八番目の息子を、ガンガーが溺れさせようとしているのを、シャアンタヌが生死している。ビーシュマの誕生については、以下のような伝説がある。八人のバス神軍が妻を伴って、聖戦バシの総員を訪れた。 バス神軍の妻の一人がバシシュタの願いを叶える牛を気に入って、夫であるプラバーサにあれを盗んでほしいと頼んだ。プラバーサが牛を盗むと、バシシュタは激怒し、バス神軍が地上に人間として生まれてくるよう呪いをかけた。バス神軍たちが慈悲をこうと、七人のバス神軍は生まれた直後に人間としての生を終えることができるようにと呪いを軽減された。しかし、 実行犯であるプラバーサは長らく地上に留まることとなった。しかしながら、この呪いも軽減されることとなった。プラバーサは、地上で最も傑出した人物として生まれてくることとなったのだ。地上に人間として転生したプラバーサがデーバブラタである。デーバブラタが誕生すると、母のガンガーは彼を様々な地に連れて行った。そこでデーバブラタは、 以下に示す多くの聖戦から訓導を受けた。B シュマが誓いを述べる場面。B シュマとは恐るべき誓いをしたものという意味である。この誓いとは生涯独身を貫くことである。もともとデーバブラダという名前であったが、父の王位を他に譲るために独身の誓いを立てた後は B シュマと呼ばれるようになった。この誓いは父、シャーンタヌが 両氏の娘であるサティアバティと結婚できるように立てられたものである。サティアバティの父は娘の子が多いを告げないのであれば嫁にやることはできないと言った。これを聞いたデイバブラタはサティアバティの父親のところに行き自身が多いを継承する意図がないことを告げた。サティアバティの父はデイバブラタに継承する意思がなくてもその息子が継ぐのだろうと反論した。 デーバブラタは独身の誓いを立て、王位と夫婦愛を捨てた。このことが神々の目に留まり、ビーシュマは祝福を受けることとなった。これにより、彼は自分の死に時を決めることができるようになった。なぜビーシュマほどの者が王位を捨ててしまったのか。シャーンタヌに批判が集中した。これから生まれ、王位を継承するシャーンタヌの息子が果たして最地を備えた。 人間なのかという懸念を人々は抱いていた。これを聞いた B シュマは、王位を捨てたのは私の意志だ。シャーンタヌは、サティアバティの父に何も誓っていないのだから、父が批判されるのはおかしいと述べた。最小が、もし時代の王にその才能がなければ、一体誰の責任になるのかと聞くと B シュマは、時代の王は必ず戦王のようになるだろうし、 私はその王に忠誠を誓い、使えるだろうと答えた。後年、イボテイのビチトラビーリヤの日を探すため、ビーシュマは、スバヤンバラの競技で、アンバー、アンビカー、アンバーリカーの三人の姫を勝ち取った。サウラバの王、サルバは、アンバーと恋中にあったため、ビーシュマを止めようとしたが、乾杯した。ハスティナープルに着く直前、アンバーはビーシュマに、 サルバと結婚したい意志を打ち明けた。ビ B 島は彼女をサルバの元に送り返したが、ビ B 島に敗北した屈辱から、サルバは彼女を拒絶した。落胆したアンバーは、ビ B 島に婚約を要求したが、過去の制約があったためビ B 島はこれを断った。アンバーは憤慨し、たとえ何度も生まれ変わることになろうとも、ビ B 島に復讐を果たすことを誓った。 ビーシュマによる三王女の略奪。アンバーは、聖戦、パラシュラーマに懇願した。パラシュラーマは、アンバーと結婚すべきであるとビーシュマに述べたが、ビーシュマはこれを断った。いくら師匠の言い分でも誓いを破ることはできないと述べると、パラシュラーマは、クルクシェートラでの決闘を申し込んだ。戦いの場では、ビーシュマは馬車に乗っていたが、パラシュラーマは生身であった。 公平を着すため、馬車に乗り、鎧をつけてほしいと、B 島が言うと、パラシュラーマは、B 島に神聖な目を与え、私を見よと言った。B 島が見ると、地球が彼の馬車となり、ヨンベーダが彼の馬となり、ウパニシャットが、タズナとなり、バーユとサービトリーが御車となり、サラスバティが、鎧となっていた。B 島は、馬車から降り、パラシュラーマの祝福を求め、 戦いの許可を求めた。パラシュラーマは、ビーシュマを祝福し、制約を守るために戦うことを促した。戦いは23日間続いたが、ついに決着はつかなかった。日本によると、23日目に、ビーシュマは、プラシュバーストラを使用した。ビーシュマが、プラバーサとしての前世で学んだ武器であったため、パラシュラーマはこの武器を知らなかった。この武器は相手を眠らせることができ、 ビーシマはこれによって勝利した。しかし、武器を使う直前、天から、その武器を使うことは師匠に対する侮辱になるぞという忠告が聞こえた。ソレイは、パラシュラーマの馬車を止め、これ以上戦うのは止めよと告げた。パラシュラーマの父と祖父の霊が現れ、次のように言った。息子よ、シマや他の王族と二度と争わないでくれ。戦場における勇敢さは、 シャトリアの義務だそしてバラモンの義務はベーダの研究と厳格な修行に努めることであるお前は過去にバラモンを守るため戦ったが今はその時ではないはずだこの戦いを最後にせよブリグ族の勇士よビーシマを倒すことは不可能だ最後に神はビーシマを称えたビーシマはパラシュラーマの祝福を求めたパラシュラーマはアンバーに 自分の弟子が不屈であったことを述べた。最高の武器を用いてもビーシマを倒すことはできなかった。奴は最高の戦士だ。ビーシマの庇護を求めよ。他に選択肢はないと。アンバーはこれを誇示し、苦行によって自らビーシマを倒すと宣言して去っていった。アンバーが願いを果たすため苦行をしながら芝神に祈祷をすると、芝神が現れ、お前は、 来世で男として生まれ変わり、望みは叶えられるだろうと述べた。B シュマは王にふさわしい能力と人格を備えていた。真のクシャトリアであると同時に卓越した苦行者でもあった。ーシュマは無用に怒ったりすることはなく、真理と道徳の体現者であり、まさしく本当の人間であった。彼の人生は孤独と悲しみに満ちていた。それは、バシ,シュタの呪いによるものだった。 しかし、ビー B マは、義務から目を背けることはなかったし、大切な人たちを愛することも忘れなかった。シャーンタヌと、サティアバティとの間には二人の息子、チトラアンガーだと、ビチトラビーリヤがいたが、この二人は子を授かることなく、創生してしまった。ビー B マのママ母であるサティアバティは、ビー B マに二人の妻をめとって子を授かることを要求したが、B 島は、正解を守るため、 これを誇示した。すると、サティアバティは、シャーンタヌとの結婚以前に、聖セ戦セパラ・シャラとの間に、隠し子、ビアーサを設けていたことを明かした。血統を絶やさないためビアーサが呼ばれ、アンビカーとアンバー・リカーとの間に、ドリタラ・シュトラ、パーンデを設けた。パーンデは死に、盲目のドリタラ・シュトラのみが残されると、ビーシュマは、パーンダバとカウラバの世話をしなければならなくなった。 B マは同じくパラシュラーマの弟子であったドローナをパーンダバとカウラバの武術師範とした。B マは努力したがパーンダバとカウラバの対立を止めることができなかった。B マの再三の忠告にもかかわらず、ドゥルヨーダナは憎しみを捨てなかった。B マはパーンダバをよく指導したが、賭博場においてドラウパディが恥ずかしめられることを生還していたことは、 厳しく避難された。ビーシュマが死んだ時、彼は一族の中で最年長であった。生き残った唯一の血族はアルジュナの孫パリークシットであった。アルジュナとビーシュマの戦い。クルクシェートラの戦いでは、ビーシュマがカウラバの司令官を務めた期間は最も長い10日だった。B 島はしぶしぶカウラバ側に着いたが、いざ戦いが始まると全力を尽くした。ビーシマは、 戦いにおいて、パーンダバを殺さないことを誓った。彼は孫たちを愛していたからである。ドゥルヨーダナは、ビーシュマが、パーンダバを殺そうとしておらず、カウラバ軍の犠牲者を増やしていることを非難した。しかし、実際には、ビーシュマは、カウラバ軍を守る非常に強力な守備となっていた。手詰まりとなった、パーンダバに、クリシュナは、ビーシュマを、直接尋ね、 この状況の打開策を聞き出せと助言した。パーンダバの実直さを信じていたビーシュマは、自らが最大の障壁となっていたことを自覚していたため、自分を倒す方法を教えた。それは、男女両方の性を備えた人物が私の前に、現れれば私は武器を捨てるだろうというものだった。パーンダバはこの言葉を聞いた当初、当惑した。 そのような人物を戦争に巻き込むのは忍びないと思っていたからだ。そこにクリシュナが明暗を提案した。戦争の10日目、シカンディンがアルジュナの御者としてー B マと対峙すると彼は武器を手放した。無数の矢で撃たれー B マは倒れた。その時アルジュナは憔悴し悲しみと自責の念に駆られていた。B マはアルジュナに放たれた無数の矢に支えられ。 その上に横たわった。B 島の頭が支えられずに垂れていたのを見た、パーンラバとカウラバは、シルクの枕とビロードを持って行ったが、B 島はこれを誇示し、アルジュナに持ってくるよう頼んだ。B 島の渇きを癒すため、アルジュナはチニアを撃った。すると、水が吹き出て、B 島の喉を癒した。あるいは彼の母であるガンガーが、息子の喉を癒したとも言われている。B 島の死。 最後に、B シュマは、戦うことを止め、静かに自らの死を待った。B シュマは、矢のベッドに横たわりながら、自らの一族の崩壊を目撃していた。ユディシュティラと B シュマ、フロムザラソム、ナマー、バイファ、1598B シュマは、自己犠牲の象徴として描かれることが多い。B シュマは最高のブラフマチャリアであり、当時の最高の選手でもあった。 彼は王にふさわしい結出した才能と人格を備えていた。彼は真の無人であると同時に卓越した苦行者でもあった。彼のように二つを兼ね備えたものは非常に稀である。彼は不要な時には決して感情や怒りを表に出さなかった。真実と義務の象徴であったビーシュマはあらゆる意味で真の人間であった。 彼ほどの人物が人生を孤独と悲しみの中、生きたのは不幸であった。しかし、そうしなければ、バシシュタの呪いは解けなかった。B 島の人生が苦しみに満ちていることは運命により、定められていた。しかし、B 島は義務から目を背けることはなかったし、大切な人たちを愛することも忘れなかった。しかし、B 島の人生に全く火がないわけではなかった。シマは、 弟のためにカーシー国から三人の王女をさらっている。また彼はドゥルヨーダナを構成させることができなかったし、ドラウパディが収目の注意服を剥がれるのを止めることもできなかった。ピーシーマは最も熱心なクリシュな信仰者の一人であった。彼はパーンラバとカウラバの間に立って戦を止めることに尽力した。クルクシェトラの戦いの最中にも、 彼は二つの軍隊の衝突を避けることで、戦の規模を抑えようとした。彼が、地に落ちた後も、両軍に戦争を止めるよう説得を続けていた。戦争後、矢のベッドに横たわりながら、ビーシュマは、ユディシティラに王としての義務を説いた。ビーシュマは、常に法を重視していたが、不法を行う主君のドリタラーシトラには従わざるを得なかった。クルクシェトラの戦いの最中、クリシュナは、 B 島に助言した。もし戒律が社会に害悪をなす場合、それを破ってでも道徳的な義務に従うべきであると。B 島は戦士であり、指導者でもあった。そのため、B 島アチャリアとも言われていた。ドローナは5日で、カルナは2日、シャリアは1日だった。 http://sacred-texts.com コロンススララッッシシュュスラッシュ品スラッシュ m06 スラッシュ m06059.htm ありがとうございます。